ホットチップはイギリスのエレクトロポップバンドロンドンにて結成。独特のビートを多用したアンダーグラウンド色の強いダンスミュージックを得意とする。なお影響を受けたアーティストとしてビーチボーイズやクラフトワーク等を挙げている。2000年ロンドンで結成される。メキシコ EP 等の自主制作版が話題となり2003年にもしもしレコーズと契約を結ぶ。 そして2004年には、ファーストアルバム、カミングオンストロングをリリース。すると、彼らの唯一無二のサウンドが、本国イギリスで芝叩く間に評判となり、メジャーの EMI へと移籍することとなる。この時期に、アルドイルとフェリックス・マーティンが加入した。2006年、セカンドアルバム、ザ・ウォーニングをリリース。このアルバムからのシングル、オーバーオーバーと、 ボーイフロムスクールが芝叩く間に話題を、予備ヒット作となった。音楽メディアをはじめ高い評価を受け、同年のマーキュリー賞の最終候補にまで残った。オーバーオーバーは2006年の NME ソング、オブザイヤーに選ばれている。2008年、サードアルバム、メイドインザダークをリリース。前作に続き音楽メディアからの高い評価を得ており、 彼らの高いクリエイティビティを裏付けるものとなった。このアルバムからは、セカンドシングル、レディーホーザフロアをヒットさせている。2010年、ホースアルバム、ワンライフスタンドをリリース、前衛アルバムチャートにて初登場11位を記録した。その後メンバーは、それぞれのサイドプロジェクトアバートグループ、ザニベアーズ、ニュービルドなどの活動を精力的に行う。2012年、 ドミノレコーズ遺跡5発となるフィーフスアルバム、In, Our Heads をリリースした。2015年、6th アルバム、w h y Make Sense をリリースする。2019年、7th アルバム、A Was Full of Ecstasy をリリースした。ありがとうございます。